皆さん、こんにちは。元気ですか？誰かいますか？おーい、ヘロー。お、いた。よかった。メリアさん、はーい。ハロー。パッキーさん。モハマドさん。フェイスさん。タルスさん。バンさん。ハイブワン、いいね。ナイス。おー、ありがとう。いっぱいいる。お、読めない。追いつかない。ウィアードリーさん、ジュリエットさん、タウルス様いたな、ロックローランドさん、ブランドンさん。追いつけない。えい。こんにちは。おはようございます。こんばんは。こんにちはだ。ジャスティンス。ジャスティス。ジャスティン、正義さん。元気ですよ。皆さんは元気ですか？ How are you, everyone? Como estás? コマンチュ、ん、なんだっけ。コマンサバ。How are you? お、Facebook ライブのも。こんにちは。モリアさん。ジョージさん、ジムさん。おー。すごい絵文字がなんかこんなのがある。かっこ、のの、人。おー、メキシコのユカタンからの挨拶。ユカタン、人の名前みたい。It sounds like a person's name. こんにちは。あ、また来た。おー。Thank you! ありがとう。大丈夫です。ビリーさん、こんにちは。クリストファーさん、こんにちは。みんな、こんばんはかな。ヤーホー、ヤーホー。へいへい。そう、東京は今日梅雨入りしたみたいです。So, rainy season had started today. Just started today. And it's a little raining outside.When I come to the office, it was raining outside. こんにちは。みんなの国は梅雨ってあるんですかね？ Do you have a rainy season in your country? ブラジルからこんばんはだ。Alright. こんにちは。名前はあまりです。名前はあまりさん。あまりさん。ええ。それの点灯しています。どういうことだ、ジュアンさん。スティーブンさん、おはよう。おはよう。おはよう。こんにちは。にゃーにゃーって言ってる。レネさん。猫がいるぞ。Love from the Philippines。雨を好きです。雨が好きです。ですかね。You like rainy? 雨が好きです。雨が好きです。I like rainy。こんにちは。おはよう。漂白剤。おお。雨を好きです。雨が好きです。ですよ。おはよう。こんにちは。はい、あります。雨でシャワーをするのは大好き。ああ。雨ね、たまに。I used to have a German girlfriend じゃなくて、友達ね、friend。German friend。And she never had umbrella before. And even if it's Hardly raining outside, she always go out with that umbrella. I don't know why, but she said she doesn't want to have umbrella at all. 京都、雨が好きです。でも日本では結構みんなちょっとでも雨降ったら傘差すんですけど、あんまり外国って差さないですよね、傘。なんでだろうな。ナナさん、 I don't have Japanese keyboard. Thank you for trying to type in Japanese. 私が住んでるのは竜巻の季節だ。どういうことだ。今日は雨が降ってます。あ、そうなんだ。ウディカさんのとこ、あ、名古屋か。あ、やっぱ梅雨。梅雨だね。オールオーバージャパン。梅雨オーバー。梅雨オーバーじゃない。梅雨に入った。こんにちは、ジェームスと申します。丁寧にありがとうございます、ジェームスさん。こんにちは。キラキラ。こんにちは、スナンディープさん。いやー、そう、でも、梅雨に入ったら悪いことばかりじゃなくて、
紫陽花が見れるんですよ、そこら中で。紫陽花って知ってますか？紫陽花 is the flower? English name. I searched up the English name. It's called hydrangea. Hydrangea. おお、すごい。hydrangea がね、見れるから、それはそれで綺麗ですよ。曇り空と紫陽花と、このコラボレーション、コントラストが綺麗です。こんにちは。元気やで。こんばんは、こんばんはか。僕とうらすい。こんにちは、どのようにあなたは。ん？こんにちは、元気ですかってことかな？元気ですよ。梅雨入ったけどまだ。元気。Usually when I, like when it's rainy all the time, you feel depressed sometimes, but I'm okay for now. まだ大丈夫だ。今日入ったばっかりだからかな。そうだね。行きましょう、先生。So、まあ皆さん元気そうでよかったです。たこ焼き。元気だよ、ラスティーハ、ラスティー、ラスティースター、ちょっと待った。ラスティータさんかな？オスカルさん、おはようございます。オスカルって言うんだ、これ。オスカーじゃないんだね、オスカル。日本は暑いよ、もう。ちょっとジメジメする、梅雨だから、やっぱり。It's humid。 おはよう。 OK、 Let's start。 Today's theme is Review 漢字 with the person and heart radical。パーソンラディカル and ハートラディカル。あ、見えますかね。まずは、パーソンラディカルからです。お、口偏が出たぞ。そう。パーソンラディカル。人偏。So, in case if you guys don't know what radicals are, I'm gonna explain. はい。行くよ。Radicals are the building blocks of 漢字。めっちゃ読んでるけど。Every kanji character has at least one radical. They each carry their own meanings and sounds. Knowing the radical inside of unknown kanji, you might get a hint for understanding the kanji you haven't learned. You can even search what kanji character is by using radical. です。 めちゃくちゃ読んでる。 こんにちは。で、今日は Let's Review 漢字 Using Person Radical, Personal Human Radical. 人偏、ここに出てます。あ、いいね。人偏。たくさん。ああ、すごいじゃん。アイザックさん。おめでとう。おお、最近なんだ。うぃー。そう、スタートしなきゃ。よし、まず。じゃん。人偏。ここにも出てますけど、人偏です。ビラブさん、人間じゃない。It sounds 人偏。人偏。人偏です。じゃあ、そう。Human radical。Together with this one. If you add this no, this kanji no means possible. Kano possible. And human radical and possible together. Do you know what this kanji is? わかりますか？答えてる人まだいないな。おーいえ、そう、ラクソビーニョンさん、正解。おー、すごい。そう、何？オンリーディング。オンリーディング is Chinese reading, is か。And クンリーディング、 Japanese reading, is 何？何？です。 So this kanji meaning what? So what? What? 何？あ、みんなすごい、わかってる。
インドネシアのダニーさん、はい。おう、オスカーさんもジョージさんも。ナオジーさんかな。ありがとう。正解です。So, how to remember this 漢字？いくよ。What the person said possible. This kanji meaning what? Person radical. Possible. 何？例えば誰かがねえねえって言われて何？っていう時の何もこの感じですよ。何？何？何？ What?この感じでした。何？何人？ああ、いいですね。It's a good example. 何人？ How many people? If you add 何人 plus 人っていう感じ、プラスすると何人？ How many people? I'm gonna write it down. ああ、ちょっと細いペンしか持ってこなかった。しまった。いや。書くね。何人？How many? お、誰か来たぞ。ありがとう。I got it! あ、じゃあ大きく書けるね。素晴らしいアシスタントがいますね。何人？はい、何人？So this meaning of this kanji is how many people? 何人？もし丁寧に言いたい場合、if you wanna ask politely, 何人ですか？何人ですか？ How many people? Yes. あ、なんか出てきた。なんか目がね、こうやってやってるの出てきた。何人でしょうか？あ、丁寧、素晴らしいですね。How many people? How many people? 何人ですか？何人？何人？そう。いっぱい多分、答えてる。ありがとう。うん、そうですね。みんな結構漢字知ってるのかな？ So, yeah. But some people doesn't really know.What kanji means, but they have a tattoos, kanji tattoos. So I used to work in backpacker in New Zealand, and I met a guy, and he had a tattoo, writing, taira. This kanji. He had a tattoo, with this character, and he said.Look at this tattoo. This means peace, right? And he asked me, and I was like, oh. If you add, this kanji, wa, this means peace, but only this kanji doesn't mean peace. So it only means like flat.So be careful if you want to get a tattoo in kanji. You can ask me before. そう。変な漢字入れるとね、ちょっともったいないから。そう。はい、次。平和。そう、平和。何名様でしょうか？リサさん、結婚してますか？してないです。まだ。これからだな。できるかな？できないかもしれないけど。はい、これ。Human Radical. Together with... この漢字の意味わかる人。This 漢字 meaning stand. 英語を学ぶのは難しい？難しいね。使わないと難しいね。はい、この漢字。見たことありますか？この漢字。じゃん。Have you seen this 漢字？こんにちは、パブロさん。まだライブですよ。
元気かーい。立つ、おお、すごい。アル、お、難しい名前だな。アラームバイヤーさん。正解だよ。So, on reading for this kanji is い。くん reading、くらい。です。So, this kanji meaning about or position. はい、ニコールさん。いくらぐらい? うまいうまい。すごいいい先生だね、ブディカさんも。ありがとう、くらい。So, how to remember this kanji in case if you see this in the... なんかどこで見るかな? In somewhere, remember this kanji like this. So, human radical together with stand. A position is where a person is standing on. ちょっと変な発音になっちゃった。A position is where a person is standing on. A position, where is a person standing on? So this kanji meaning position or about. ちょっと全然違う意味にもなるんだけど、くらい。いくらくらいですか? About how much? いくらぐらい?くらい、あ、くらいは、発音は一緒だけど、different meaning. くらい also means dark, but not this 漢字。ねえ、そろそろ JLPT だね。頑張ってる人いっぱいいるだろうな。ちょっとでもこれがもし出てきたらラッキーみたいなね。くらいとぐらい。うん、どっちでもいいよ。くらい。ぐらい。ぐらい。くらいが正解かな。くらい。それぐらいかな。あ、でもどっちも使うな。こんにちは。くらい。心、心。うわ、なんかすごいカラフルな。イエローサブマリン。ビートルズの曲。ちょっと暑いな、この中。汗拭きますし。汗というかちょっとな、暑いから。汗はそんな出てないかな。東京から静岡に1時間ぐらいの時。ああ、そう。And if you wanna learn more kanji, we have a cheat sheet for you. ピヨンって。 So this cheat sheet is for JLPT N5. So if you're gonna take JLPT N5 level, please check out this cheat sheet. It's free. It's free for you. 後ろもそう、漢字がね、いっぱいこう載ってるから。この紙1枚だけだったらもうどっか行くときにも普通にね、持っていけるから、簡単に持っていけるからいいと思いますよ。長野県か。長野県いいね。この前長野県の霧ヶ峰行ったよ。霧ヶ峰。It was beautiful, 霧ヶ峰。霧ヶ峰。ありがとう。ありがとう。Hello, Andres さん。Welcome!Join us. JLPT N1? ジョンさん。どのくらいそれコスト。どのくらいこれ。これはだいたい100円ぐらいかな。It's about 100 yen. そう。100円ぐらいかな。It's about 100 yen, maybe?こんにちは、フロメデイ。ちょっとクイズ、じゃん。これどこでしょう?わかるかな?誰かポストカードコンテスト応募してくれた人、今ポストカード書いてます。これ、綺麗でしょ?どこかわかるかな?日本だよ。It's in Japan. 3、2、1。お、誰も正解者がいないぞ。日本のどこでしょう?わかんないかな?これは、九州の屋久島です。屋久島アイランド。綺麗だね。
If you like Ghibli movie, もののけ姫は、ここが舞台になった。おお、正解、そうそう、モルさん。もののけたち。もののけ姫だね。綺麗だね、屋久島。行ってみたいんですよ。まだ行ったことなくて。あ、赤坂。赤坂にこんなとこあったらすごいな。埼玉。あ、みんなありがとう。Good try. あ、うん、あ、そうかな？おー、メリームさん。ここは4時20分。もう寝るよ。ありがとうね、見てくれて。おやすみなさい。朝まで起きてたんだ。石。ね、綺麗だね。埼玉じゃないの。埼玉にもあるかもしれない、こういうとこ。もしかしたら。不眠症。ウォーター、水。イェー。正解。お、すごい、みんな。よし。じゃあ最後、人弁の最後の感じ。Did you know this one is 人弁 as well? 人弁のバリ、なんだっけ ?Variation of 人弁。This is called 人頭。So when this human radical comes top of the 漢字、人頭。ちょっとね、人弁に似てる。これは人頭という部首です。This is a radical called 人頭。So, 人頭 together with this 漢字。This 漢字 meaning king. 王。王です。king.王様、キング。人頭。これ、武士の種類、人頭。It's kind of a radical. ああ、プリンセスもののけ。Together! この漢字、何でしょうか？ちょっと、めっちゃ離れてるけど。こうかな？ああ、難しい。ああ、惜しい。金曜日の金とはちょっと違うんだよな。金 means gold, but this one means...This 漢字 means old, old. On reading is 全 Kun reading すべて全く。そう、この括弧の中に入っているのは読み仮名じゃなくて送り仮名といって仮名 written after 漢字 to complete the full reading of the word.この漢字にすべてってつけると、ホール、すべて、ホール。あ、ホールじゃない、オール。すべて、そう。です。あ、安全の全も同じ字ですね。正解、正解、すべて、オール。ちょっとね、It's difficult for me to pronounce L sound, L and R sound separate.All, all, all. Maybe I'm thinking too much. All. 日本語っぽく発音すると all. all. すべて。日本人たちは部首の名前覚えてるの？いや、あんまりそんなに覚えてる人もいるけど、覚えてない人もいっぱいいると思います。ラッサちゃんびっくりした。ラッサちゃんか。OK! これは、all という意味の漢字です。全。はい。じゃあ次のラディカルいきましょうか。じゃん。違うのが出たかな？あ、いいんだ。心。違うのが出た。合ってる合ってる。心。心編。ちょっと待ってね。ピッピッピッと。Radical meaning, heart. もうこの漢字だけで心、heart. 心。Also means mind. 心。こんにちは、アダムさん。
発音はおう、おう。ありがとう。ね、日本人だが人頭を初耳。確かに、私もね、今回サーチしてて、おう、そういえばそんなような名前だったなって思いました。じゃあ、初めのハートよね。心のところはどこ？面白い。心のところはどこ？心。まず、この心、ラディゴ。心という部首に、together with this 漢字。こんにちは、イサイヤさん。スタティックさん、何、どうした？これ、this 漢字 meaning 侍。together. はい、この漢字は、じゃーん。All reading for this 漢字 is 死。Queen reading for this 漢字 is 志。志。す is 送り仮名ね。心の友はどういう意味？もう心の友は、it's like a best friend。 心の友。So you can open your heart for him or her。 For your friend。 心の友。心は、そう、侍は、そう、その漢字も侍なんだけど、これもね、侍って意味なんだって。これも。だけど、if you use You usually use the other one。 こっち。侍。過去。侍。このね、丸の中に入ってるやつ。侍。で、この漢字。This 漢字 meaning aspirations。aspirations。よう、サムライ。マイキーさん、おう。志の意味は aspirations です。will とか。will。will。will とか。難しいね、発音。will。aspirations。っていう意味です。志。志を高く持つ。次の漢字、ちょっとね、スピードアップしないといけないんだね。あら、あら。あった。はい、この漢字。meaning lose。 together with heart radical。 So, I lost my thinking and forget about it。 So this 漢字 meaning 某、忘れる、 meaning to forget、 忘れる、それは忘れる、忘れ。忘れる。So, this 漢字 meaning to forget. How to remember this 漢字 is I lost my thinking and forget about it. ちょっと雑になっちゃったかな。 忘れて、僕のこと忘れて。 forget about me。 心を忘れました。それはダメだ。思い出さなきゃ、心を。 そう。忘れてしないで。You can say 忘れないで。Don't forget。よし。最後のワン。最後のワンって。 Last one。 So heart radical together with、 これどっちだ？どっちも。This 漢字。This 漢字 meaning
ears, ear, with heart radical. じゃーん。忘れないでいいね。さて、これはなんていう感じでしょうか。ティッキチッキティッキチッキティッキチッキティーン。On reading for this kanji is chi. Kun reading for this kanji is haji, ha, jirau. This is okurigana. Ha, zukashi. This kanji meaning shame or embarrassed. Hazukashi! Haji.ああ、そうだね。逃げるは恥だが役に立つっていうドラマもありましたね、最近。恥ずかしい。そうそう。shame。おお、なんか難しい漢字がクリストファーさん書いて。embarrass, yes! イヴァンさん、そうですよ。恥ずかしい !embarrassed! Oh my god! 恥ずかしい。embarrassed.ちょっとはみんなのお手伝いできたかな、漢字を覚えるだといいんですけど、あのもしもっと勉強したい方たちはこの JLPT-N5 のチートシートもあるのでチェックイット。そうそう、恥ずかしい。ジンさん、ありがとう。出たね。外し。Do you like challenge? うん、I like to challenge new things. Yes, I have this. Oh, you have this already. Thank you so much.毒を吐いてるぞ。クインシーさん、じゃあまだもうちょっと、あとちょっとだけ。これ今どこだ。スペインみたいだね。 This one looks like Spain. これポストカード全部買ったんだ。すごい綺麗なんだよ。これは北海道です。北海道の滝川菜の花祭り。菜の花だって。これも買った。エメラルドグリーンにかかる橋。奥大井湖、奥大井湖城、これ?奥井大湖城ステーションだって。こんなとこに駅があるんだね、日本の。知らなかった。あと全部見せよう。北海道、そう、北海道のさっきの写真。あとこれも。ソニー高原だって。あと最後。芝桜。羊山公園。だからポストカードコンテスト応募してくれて当たった人たち待っててください。ポストカード書きます。そうですね。あ、そうだ。I need to mention about next week. Right? So, as I mentioned many times, we have a N5 cheat sheet. So, if you want to learn more kanji, please check it out. And next week,We'll review Sun and Moon Radical Kanji next week. So I hope to see you again. So next live is on 15th June at 12 o'clock Japan time. Oh my god. はい。あ、大丈夫だ。今ね、お腹がすごい大きな音鳴ったの。
でもみんな聞こえてないみたいだから大丈夫だ。よかったよかった。How do you say I love you in Japanese? Oh, I mentioned last week as well. 愛してるわ。I love you in Japanese は愛してるですね。ありがとうね。OK, ラスク。また来週。まだ来週。また来週。ケビンさん、ありがとう。クリスチャンさん、ロナートさん、ジョージさん、ビスビーパーナーさん。みんなありがとう。タエコンさん。みんな。あ、なぜ日本人の傘は透明ですか？それは、突然雨が降ってた時に買うと、雨が降ってきた時に買うと、だいたいその透明の傘が一番安いんです。だから、みんな透明の傘持ってますね。そうです。はい。じゃあ、みんな、Thank you for watching。みんなにとっていい一日でありますように。そして寝る方はおやすみなさい。お出かけする方は行ってらっしゃい。じゃあね。バイ。